どほどステーション。ルーズベルトはゆるゆる。スターリンリン、金が鳴る。日本会議唐津が提供します。ほどほどステーションの時間です。この番組は世の中で起きている様々な出来事を毎回テーマを決めてゲストと共にほどほどに掘り下げていき、ほどほどに切り込んでいく真面目な報道解説バラエティです。進行は私、MJ です。はい。アシスタントはいつものふんちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はですね、ルーズベルトはゆるゆるっていう題でですね、お送りいたしましたが、本日のテーマは、ルーズベルトはゆるゆる、スターリンリン、金が鳴るです。本日もコメンテーターは、先週に引き続き、日本会議唐津のゆうちゃんです。テーマ作ったのもゆうちゃんです。はい、ですね、はい、まあ先週はですね、うん、まあ、8月15日終戦の日をこう迎えるにあたって、まあ、唐津の偉人である10中将のお話を、時、うん、にまあ、ルーズベルトの手紙がどうだったのかとかですね、うん、その時のまあ、背景がどうだったのかって、うん、まあ、特にルーズベルトのですね、したこととかもちょっと触れながらですね、うん、で、この、いかにこの手紙が素晴らしかったかっていう話をですね、してきたと思うんですよ。うん、でですね、まあ、その、なんでその、今更ルーズベルトの手紙をまたこう引っ張り出してきたかって、もちろんこれを伝えなきゃいけないってこともあるんですけども、うん、そのベースにですね、最近読んだその、さっき道夫先生のですね、うん、ベノワ文書について書いてある、日本は誰と戦ったのかとかですね、それとか米国共産党調書とか、うん、こういうですね、本を読むとですね、うん、なんかですね、こう、いろいろ思うことが出てきてですね。うん、で、まあその、日本が、こう、あの悲惨な戦争に行かざるを得んごてなった背景にですね、うん、どんなことがあったんだろうって思うとですね、うん、ちょっともう、なんか胸が痛くて仕方がないっていうことがあってですね、うん、まあ喋ろうかなと思ってるんです。うん、で、まあ実際ですね、江崎先生のこの、日本は誰と戦ったのかという本はですね、まあ、数年前で出されている本なんですけども、ね、ベノワ文書っていうのが最近ですね、うん、よくベノナ文書ですね、うん、言われてるんですけども、まあ、背景の話をすると、米ソ冷戦終結がですね、うん、1991年、ソ連の崩壊によって、冷戦は終結するわけじゃないですか。うん、でですね、まあ、その後ですね、1995年の7月からですね、うん、ソ連のスパイの暗号解読文章が、一部が公開されて、で、今はですね、どんどん公開されて、さらに3000もの文章が公開されてるんですよ。うん、で、内容はですね、1930年代から第二次世界大戦前後の1980、40年代までのですね、ルーズベルト大統領の側近とか、うん、米国国内の、いわゆる政権中枢の中、それから、民間組織などの、うん、数百人単位のですね、ソ連のスパイグループ及びスパイネットワークのですね、が存在して、で、当時の米国政府の政策とか、意思決定とか、国論の形成とかですね、うん、そういうものをソ連に有利に、運んでいった。まあ、アメリカの政策に深く関わっていたということですね。そうですね。結局ね。で、まあ、いわゆるこう、そういうことがその間接侵略をしてたっていうことをですね、うん、が明らかになってるんですよね。まあ主な柱はですね、うん、まあ対米工作でしょ、うん、が対日工作、対中工作となってて、うん、でまあ対米工作としてはですね、うん、まあ春のまあ言われるのはその、国民の世論形成もあるんですけども、うん、春ノート作成にですね、つまり日本に最後通帳を渡した春ノートの作成に深く関わってたりとか、うん、それとか、蒋介石とチャーチルとしたその戦後の日本のその、割譲を含めたその回路会議とかですね、あと、スターリンと、ルーズベルトとチャーチルの、ヤルタ密約とか、あと最後に日本にですね、あの終戦、あの降伏を申し付けたポツダム宣言の、作成まで、多岐にわたってるんだけですよ。そこまで。そうですよ。うん、でも、その内容はね、本当に恐るべき内容でですね。うん、まあ、ソ連は、ソ連を、その、結局、その、いかに、日本が
ソ連にいかに戦争を仕向けないかと、うん、ソ連がいかにですね、日本や米国や中国が弱ったところで最後に出てきて戦争 に参戦してくるかとか、うん、そういうシナリオをですね、作ってってるわけなんですね、うん、これがですね。そうなんですよ。結局、まあ実際ですね、対ソ戦の妨害は日本、対日工作の中でですね、うん、これでスパイゾルゲとかですね、うん、尾崎保純みたいな共産主義者たちが積極的に、その、世論操作をして、まあ自分が戦わずに人に戦わせるわけ、ね。そうですね。結局。まあよう考えたらさ、うん、あれよね、あの、軍事費っていうとば、そこに突き込むよりか、スパイを送って、そのスパイに、相手の国の、議員に金やった方が早いっていうことよね。なんで、スパイ一人の戦いがですね、だいたい一個師団、一個連隊ぐらいの戦いをするんですよ。だからそれぐらいの予算持っとっても、経済崩壊が実際ですね。そういうことよね。って言われてるんですよね。で、まあ実際、対中国策としてもですね、うん、その、結局、ソ連、社会党はですよ、うん、中国共産党は支援してるわけやけんが、うん、対峙してる国民党は、うん、に不利にしなきゃいけないでしょ、うん、弱っていかせるためには、そのために日中で、うん、その蒋介石のそばに軍事顧問を送り込んで、うん、で日本と中国のその戦闘をですね、日華事変を、いやだけどね、日華事変もそうやし、ノモハン事件とかさ、あの辺もさ、うん、なんか怪しい事件が多いやん。そうそう、で、そういうのはね、こうずるずるとね、長引かせて、ね、で結局国際的にも、うん、日本は中国に対して悪い言葉しよるっていうね、世論をずっと形成していく一助になってるわけです。うんうん、で結局ね、その日中国交正常化って1971年田中圭がした時にね、うんうん、毛沢東が言った言葉っていうのがそのね。日本が国民党と戦ってくれてありがとう、おかげで共産党活動ができたみたいなことをね、言ったんよ。でね、その裏には、やっぱりね、その中国、ソビエト、ロシアのね、スパイ、工作員のスパイの、影響があったっていうことすらもですね、みんな、なんかね、忘れてしまってるというか、考えもせんかったら、ね。いや、考えてないじゃないとかな。だと思うよね。その文章が出る前で、やっぱ分からんだったんじゃないとかな。うん。結局ね、ソ連のスパイ工作が人に有効だったっていう結果は何かって言ったらね、うん、まあ結局、日本がソ連に目を向けることなくね、ね、うん。で、結局、日米停戦のね、機会もその、失わせて、うん、で、ソ連が参戦してきて、日本を侵略して、でなおかつ、アジアの石化に、うん、至るわけでね、結局、北朝鮮やその中国やその、北ベトナムとかの、いわゆるこう、社会主義国家の形成につながっていく。まあ、コミンテルンを広げようとした部分やろ、ね。そうね、共産主義者たちを広げていくということにつながって、もう大成功なんです、結局中、ね。で、日本陸軍は、ね、かわいそうなのは、いわゆるほら、日ソ不可侵条約、日ソ友好条約ね、ね、を信じて、うん、で、最後までね、ソビエトは、その、米国との和平を取り持ってくれるって言って、信じとったわけで、で、ソ連が日本参戦はないって信じとったんやけども、うん、だけど日本のインテリジェンスの中ではね、実はその北欧とかの外交官が、うん、ソビエトは日本侵略を考えとるっていうような情報とか、流してたんだけど、うん、それも封鎖しとるっちゃね。まあ、信じらんだったとやろね。そうし、そんなことはないよ、みたいな、ね。それとも騙されとったと、工作に応答とった。いやいや、わかんないけど、それはわかんないけど、ただ、それ、ね、希望的観測ってやつね、きっとね。そうやと思うよ。で、結局、もうその裏で、刻々とね、そのソビエト工作員にまんまとしてやられとったっていうことに関しては、悲しい話よね、日本のね、その当時のインテリジェンスっていう、ね。まあね。まあ、アメリカもそうだろうけどね。まあ、そうそうそう。うん、いや、本当にね、結局その、それまでの流れを考えると、うん、フーバー大統領までは非常に親日的やったわけなんですよ。うん、でね、結局、米国民は日本人に対しても、例えば、日米激突になる直前まではですね、うん、米国民は親日やったんです、うん。で、日本と戦争したくないという雰囲気は国内の世論でいっぱいあったし、うん、米国のトップのね、当時の陸軍のマーシャルとかでも、うん、日米戦は反対だったんですよ。うん、だけども、結局そのね、例えばね、
ソ連の工作が非常にうまくいってるのは、うん、ハルノート、うん。ハルノートも非常に厳しい条件作ってるんだけども、うんうん、ハルノートは米国議会通ってない、実は。うんうん、で、結局、で、ハルノートって絶対日本を受け入れられないような、うん、内容が、ね、内容を突きつけるわけやけんが、うん、まあ、これ内容に関して詳しく言おったら長くなるけん言いませんけども、うん、それで、ね、絶対日本は仕掛けてくるごたるような構図を作ってるわけね、うん、結局さね。で、ことごとくそのルーズベルトっていうのはその、そういう、うん、きっかけを作っていくわけ。で、遡るとですね、うん、結局そのルーズベルトが、ルーズベルトっていうか、米国共産党が強大になって力を持ってそういうふうにね、その、うん、なったきっかけっていうのがあって、うん、まあ、米国共産党ってもともと1908年代の末期から、あったんだけど、うん、その後ね、分裂繰り返したりとか、いろんな迫害を受けたりとかしてて、うん、まあ、共産党としてあったけど、うん、共産党の議員がおったわけじゃないの、うん、活性化して、まあいない。で、今でも共産党議員いないんですよ。まあ、禁止されてるけどね、うん。だけども、共産党の活動が活性化したのが、1933年に、うん、要はほら、1929年にですよ、世界恐慌が起きて、うん、で、フーバーの失策で結局、共和党政権が倒れて、うん、1933年にルーズベルト政権が、ね、うん、こう、成り立つわけです。で、ルーズベルトは、結構その政策とかも、ね、その、社会主義的な政策とかも入れていくんですけども、うん、1933年に経済的な効果を狙って、うん、ソビエトと国交を樹立するんですよ、うん。それまでソビエトって、ソ連って国として認めてなかったんだけども、うん、アメリカとね。それで、そうやって国交を樹立して。うん、で、その時に条件としてね、米国国内でね、うん、その共産党の活動をするなよっていうのは条件だったんだけども、うん、まあそんなこと聞くような共産党じゃないけどですね。まあね。で第7回のコミンテルの世界大会がアメリカであったりとかして、うん、非常にアメリカの共産党の活動がその後活性化していくわけですよ。うん、でね、でそこで出てくるのが、この、米国共産党調査っていう本なんですけど、うん、これね、昭和11年と昭和14年に、うん、レポートとしてまとめられててですね、うん、若杉要さん中ですね、外交官が、米国でずっと調査して、うん、でこれが、いわゆるこう、米国の共産党のですね、工作の内容が細かく書いてあるわけですよ。うんうん、で、その中には、例えば、マスコミ、いや、新聞ですね、うんうん、とかラジオを使った、うん、その、大衆の誘導だ、うん、先導だったりとか、うん、あと、ハリウッド、うん、ね、それから、なんかな、こう、宗教団体とか、うんを使った、その、反日活動、うん、反日運動を、その、したりとか、うん、いうようなことが、をずっと、なんていうかな、こう、その、手法がずっと書いてあるわけなんですよ。うん、で、これ、僕ね、恐ろしいなと思ったのは、あ、なるほどなって思ったことがあって、うん、その、ペマ・ギャルポ先生が、書かれた、その、最終目標は天皇の処刑っていうね、うんまあ、いわゆる、これは中国共産党の考えね。が、70年代から、その現在に至るまでの、その中国共産党の工作、うん、どういう工作をしてって、いうのとね、全く同じ内容なんですよ。うん、つまり、コミンテルンのやり方っていうのは、大衆をいかに先導するかとか、ね、その、中枢の中に入って、どういうね、その、こう、うん風穴を開けていくかということが書いてあるんです。うん、でね、面白いのは、うん、エドガー・あれですよ、エドガー・フーバー、うん、FBI のね、うんFBI 長官だったエドガー・フーバーが、共産党のね、党員のことを5つの分類にしてるんですよね。うんうん、1つ目が、いわゆる、これ江崎先生の著書から引用したんですけども、まあ、公然の党員。うん、いわゆるこう、ちゃんと私は党員ですよ。党員ですよ。何も登録したんですね、うん。それからね、非公然の党員。うん、非公然の党員。つまり、表に出てない共産党党員、うん。で、この人たちがいわゆるこう工作員とかね、ね、非公然の党員っていうのがね、の要になるんですよ。うんね、違いますよって言って、それから相手の組織に入っていく人たちね。それから、フェロートラベラーズって言って、
いわゆる同伴者ってやつですね、うんうん。で、それから、このフェロートラベラーズってどういう人かって言ったらね、共産主義に対して積極的にその活動を支援したりする人たち。うん、まあ、ね、今の世の中にもいそうな感じですね。ますよね、うん。で、それから機械主義者、オポチュニストでお金もらおって情報を渡したりとか、いろんな工作したりする人ね。うん、それもいますね。いわゆる売国道っていう人ね。うんうん、売国道っていう人ね、うん。金さえもらえればっていう人ね。金さえもらえれば私は何でもしますよ、みたいなね。いわゆる利得主義者っていうかね、うん。で、最後にね、デュープスって。アホね。マヌケ。マヌケって言われる分で、うん。デュープスってどういう人たちかったら、左翼が、こう、流す、綺麗ごとに乗っかってしまう連中。ね。戦争反対とかさ。うん、ね。人権を守れとか、うん、原発反対とか。で、その裏に、どういうのがあるかもわからんで、その言葉に自然を破壊をするなとかね。そういうのの、言葉の裏に共産主義者たちの活動があるのにまんまと乗っかって、うん、で、それに輪をかけていく人たち。うん、思い出した。西村慎吾先生の名言。うん、そうね。左翼は還元を持って近づいてくる。あ、そうですね。ね。いや、まあ実際にですね、そういうね。で、耳障りのいい言葉でね、そういう世の中を先導するっていうのは、うん、まさに共産党、うん、共産主義者たちの手法なんですよ。うん、でね、つまりね、まあ、真実をそこに隠してしまうという変な構図、うん。つまりね、まさにこの、大東亜戦争、日米戦争の前の米国は、どういう風なね、言論がされたかったら、うん、そういうキリスト教者とか、ね、そのに関して、いわゆるこう、中国の、蒋介石は、うん、いわゆるこう、自由主義者のね、騎手であると。うん、彼らは、ね。で、それをやっつけて日本は、いわゆるこう、ファシストであると。うん、で、全くね、その、あれですよ、その、蒋介石が自由主義の騎手でも何でもないんですよ。うん、でもそういう構図を作るわけですって、うん。ね。まあね、その頃は、あんまり、こう、情報がさ、流れとらんけ分からんだったんじゃないですか。そうでしょうね。アメリカ国民を騙すためにもそういう構図を作って、うん、まあ、我が国がアメリカに戦争を仕掛けるように導くというのが、うん、ね、それが仕事だった。まあ、そういうね、そういうね、論調を作って、うん、で、そう、で、日本っていうのは、そういうね、こう、まあ、非常に野蛮な。主義者の野蛮な国だっていうことを、そういう、論調を作って、うん、じゃあ日本叩くべしと。ね、そういうふうな論調を作って、そして米国が、ね、米国が日本と戦いをするように仕向けるようなお互い対立させて。うん、まあ、コウモリと一緒ですよね。あっちでいいこと言って、こっちでいいこと言って、うん、で、それでね、お互い対立煽るような話ですよね。まあ、バッテンが、今時のコウモリから煽られるやつはおらんば。うん、まあ、ちょっと例えの話ですよ、ね。そうね。でもね、そういうことで、結局その、米国世論を作っていくわけです。反、うん、日世論中のですね、うん。で、まあ、そういう、そうして結局その、日米戦に向かって、その、大衆を先導していく、うん。まるで、現代でも似たようなことがあるじゃないですか。まあ、似たようなことようあるね。あれですね。うん、なんでいつも日本やろうね。うん。いや、いや、っていうか、どういう関係におるけん。まあね、それはね、ちょっとね、後でちょっと話しますけども。うん、後で話す時間あるかな、うん、日本っていう国はね、ちょうど地政学的に非常に重要な位置にあるんですよ。うん、結局その大陸に蓋をしてて、うん、島国として独立してて、うん、で、気候も良くて、うん、温暖で。で、結局その大陸から太平洋に出てこうと思えば、うん、まあ、ずっと話してますよね、うん。日本や台湾っていう国は、喉から手が出るほどみんな欲しいんですよ。うん、いわゆるこう、凍らない湖、ロシアにとっては凍らないね、港がそこで手に入るわけやし、うん、そうなんですよ。で、太平洋の足がかりとして、ちょうどいい出先になるわけですよ。うん、中国も一緒。ね。結局日本があるのが邪魔なわけですよ。うん、で実際ね、うん。で、結局その、で、米国としては、ね、その、ロシアやその中国が太平洋に出てこないための防波堤なわけですね、うん、結局ですね、うん。どうしても、まあそういう意味でね、
米国が日本を攻めて、攻めてって言い方おかしいけど、日本が日米戦でね、勝って、米国統治下になったっていうのは、米国としてはまあ悪くはなかったんじゃないかなと思う。まあそうやろね。これだけ我が国に基地を置くことができて、ね、軍港も、まあ、まあまあ好き勝手に使えるっていうことですね。基地もできてね。で、まあ結局ですね、まあその、また話戻しますけども、そのね、さらにしてこう、日本うつべしみたいな空気を作っていったわけでしょ。でね、で、一丸中将の、先週の手紙にちょっとね、戻ってみると、あの、なるほどなって思うことがあって、第一の章のとこですよ。日本が野蛮で、好戦的で、軍国主義者だと貶めたっていうくだりがあるじゃないですか。でね、真珠湾攻撃をしなければいけなくなったほど追い詰めたんだ、君たちだろうって。まさにですね、こうソ連の工作の、ま、意のままの通りのことになってるわけですよ。そうね。ね。で、ましてやね、その、例えば大東亜共栄圏に向けた日本の南進政策を強調 してるのも、これも、まさに、スパイゾルゲが行った、南に目を向けさせるっていう工作の通り。まあ、やけん、そういうのがこうね、散りばめられてるわけですよ。ただですね、第4章のその、米国ソ連との、共闘に対する矛盾の指摘はですね、一丸中将にとっても最大の謎だったんじゃないかなと。で、その裏に米国共産党がおったとかですね、その工作があったとかいうのはね、夢をも思わんかったでしょうね。だって、僕もですね、ずっと思ってたんですよ。なんでね、ソビエトがこうね、参戦するまで、いや、俺もそうや、思いよった。思った。でもそこの裏に、ソビエト工作員のね、その、スパイたちのね、その、暗躍があった。なるとね、納得いくのか。まあ、そこはね、本当最近やもんね、明らか、つまびらかにされた。ソビエトの文書のおかげですよね。でね、まあその、実際に、その戦前のインテリジェンスがどうだったかって言ったら、かなりのものは持ってたと思うんですね。ね、ただでも、やっぱりね、こう、例えば日本軍としてはですよ、その、海軍とかはですよ、対米戦を見越して予算を取って軍艦を作ってたわけなんですよ。まあちょっとお役所的な話としてね。ね、だからね、どうしてもやっぱり対米戦となると、そのね、しないとは言えないわけですよ。その、例えばマンハッタン計画でいっぱい陸軍、米国陸軍がお金をつぎ込んできた件が、原爆は落とせんとは言えなかったのと一緒ですよ、結局ね。その、お役所的な目的としてね、あるわけですよ、やっぱりね。で、その、で、日米戦っていうのは、どうしてもそういうふうにこう、そういうふうになっていくような流れに転がっていったんじゃないかなと。でも、フーバーまではその雰囲気は全くなかったんですよ、本当にですね。実際にね。で、面白いのは、やっぱアメリカだって日本だって一枚岩じゃないわけですよ。まあ、そうや、そうよね。ね。で、まあ、アメリカがって言ったらさ、アメリカ人が全部そういうふうに思ってるっていうふうに、騙されてしまうとやもんね。マスコミによって。真珠湾のね、一丸中将のね、こう、言葉にあるけど、真珠湾の攻撃を唯一の懸念材料にしてって言うでしょ。その、結局、向こうにとっては、そこでやらせて、好都合だって、それが結局は、米国全体を、まあ、戦争に巻き込んでいくね、一番の理由になったわけでしょ。ね、だけどね、非常にね、やっぱりね、こう、まんまと日本は乗せられてしまったところがあるのが、まあ、悔しくて悔しくて仕方がないってね。で、いや、だから、いかにインテリジェンスが大事なのかっていうのをね、やっぱり江崎さんはずっとおっしゃってるのかなって思うし、まあ、今回のね、東京オリンピックっていうのはね、我が国の、その、インテリジェンスを、多少ね、鋭くできたのかなっていう話もあるんですよね。っていうのが、やっぱり国際大会で、大きな国際大会なわけや。これに関しては、やはり、きっちりやっぱ調べないかんことが いっぱいあったわけよね。例えば。いや、テロ活動が行われるのかどうなのかとか。そうね。まあ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 、そういうことですね。ね。安全面の意味、安全保障の意味ですね。我が国の左翼が、このオリンピックをずっと反対 してきたよね。そこの理由がね、そこにあるんじゃないかなと。テロ活動が、自分たちのテロ活動ができないようになる可能性があるけん。
そこと繋がっとる人たちがいっぱいおるやない、中核派とか、うん。やっぱりそういうところかなっていう気はするよね。うん、まあ、そうですね。うん。だから今回のオリンピックは、非常にそのインテリジェンスの部分ではね、新しい組織が多少作られてるのがあるっていうところよね。まあですね、うん、インテリジェンスに関して、まあその話変わって、まあ戦後はですね、うん、まあ世界同時革命を目指した国っていうのは、第二次世界大戦中に消滅したんですけれども、うん、まあその後、共産党の総本山はソビエト、長くソビエトだったんでしょ、うん、で今やその共産党の総本山は中国共産党が、そうね。ね、その総本山になってるわけでですね。うん、でね、その、結局その、ソ連のスパイはいなくなって、まあ今でも多分いるんでしょうけども、うん、影部がいなくな っ,、うん、なってもですね。うん、だけど、間違いなくですね、今、その、中国共産党の工作員たちがやってることは、うん、まさに日本の、その、マスコミとかも使ったような扇動と全く同じようなことが、うん、その米国共産、でね、やっぱ、未だにね、怖いのはやっぱ米国共産党っていうのはやっぱり強大な、うん、そのそういう、まあ、共産党としては残ってないですよ。だけども、そのそういう、左翼主義者たちっていうのは、根強く残ってて、米国のいろんな世論とかも操作してる可能性があると思う。可能性じゃなくて、これは間違いないという話。間違いないでしょうね。それでね、おまけにね、あの時代と違って、うん、毛沢東主義者やもんね、うんうん。今のアメリカの共産党の、ね。いわゆる中国の、ね、ベースがね、やっぱりそこで暗躍した、うん。でね、実際にそのね、それはですよ、うん、その、当時、1930年代に年間50億から100億ものお金を、その、お金をぶち込んで、その、世論調査とかしてたんですけども、今中国が全く同じことをしておるわけでしょ。その、黒人、ね、活動家を支援したりとかね。そうそう。いうこと全く同じことしてるわけですよ。ブラックライブズマターもね。ね。でね、これ、やっぱり弱いのは民主主義の急所はね、まさにここのところにあって、やっぱり、大衆の声に、右左に左右されるのがやっぱり民主主義であるんだけども、うん、で共産主義はそんな関係ないけんね。実際自分たちのこれだっていう、ね、ことを押し付けていくのは共産主義やけん。だけんが、ここでやっぱり大事なのは、うん、その、そういうね、こう、情報をちゃんと得て、情報を判断する力っていうのが、今の国民一人一人に必要なわけで、で、そこのね、物差しがですね、僕一番わかりやすい物差しは何か言ったら、じゃあ、こうしたら、誰が得するんだろうって、うん。どこの国が得するんだろうって考えたときに、回り回って、あ、中国、お隣中国さんがね、うん、儲かるんやないのって、うん。まあ、そういうことがよくあるよね。いや、実際ね、原発反対ってね、原発反対って、原発がね、こう結局そのね、日本からなくなって、ね、そしたら、先週言った、先々週言った、井上さんが言ったね、その、うん、中国の、ね、太陽光が売れたりとかするでしょ。うん、でもそういうのを含めて、やっぱり物事の事象の裏に何があるかっていうのを、もっとみんなね、よく考えて発言をするべきだ。そうですね。はい。しかし、時間がなくなってまいりました。はい。さあ、本日のほどほどステーション、いかがでしたでしょうか。うん、まあ、この件に関してはね、ちょっと、まあ、先週、今週、うん、2週にわたってお送りしてまいりましたが、なかなか時間が足りないのと、そうですね。まあ、またこれね、掘り下げていく部分がたくさんあると思いますので。今度、江崎さんに来てもらいましょう。そうね。うん。YouTube チャンネルでもね、FM からつほどほどステーションを、ご検索いただければ、はい、過去の放送もご視聴いただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。日本会議からつは、誇りある国づくりを目指し、毎月例会を開催し、魅力ある勉強会を行っています。今後もこのような種々の問題をほどほどに切り込んでいきます。皆さんも一日ほどほどにお過ごしください。ごきげんよう。